NATO の今後、そして、まあ、実はトルコのエルドアン大統領、まあ、本当にキャラクターの強い大統領何回もここで取り上げてきましたがそのエルドアン大統領が今、NATO をある種、まあ、かき回しているあるいは振り回しているようにも見えるんですねじゃあ、どんな思惑が本音ではあるのかそしてこれに対して NATO はどうするのかこれを皆さんに伺っていこうと思います入り口として最建の動きをちょっと整理しておきます。ちょっと見ておきます。 これご存知のようにスウェーデンとフィンランドは NATO の加盟申請を5月に行いましたもうこれ、ロシアの脅威ということで NATO に入ろうじゃないかという2国が申し出ましたところがこれに対してエルドアン大統領はですねこれスウェーデンとフィンランドはクルド人武装組織を支援しているんだと両国はということで加盟に難色を示していたんですね。これトルコも NATO NATO の加盟国では 全会一致なければ新しいメンバーを入れられないということでエドガン大統領がうんと言わなければこの2か国は入れないということなんですねそこでどうしたかというとスウェーデン、フィンランドはですねクルド人のことで怒っているならじゃあクルド人というのは武装組織はテロ組織と認定しようじゃないかということで一旦合意したように見えたんですがじゃあうまくいくかと思いきややはりちょっとこれが本当に大丈夫だろうかというような出来事が起きました。 短く簡単にまままとめてあります、ま、ずこれをご覧いただきます大使館の前でこのような冒涜を許すような連中はもはや NATO 加盟に対する我々の支援を期待できないことは明らかです先月23日トルコのエルドアン大統領が冒涜と呼びスウェーデンの NATO 加盟に反対を表明するきっかけとなったのが。 スウェーデンのトルコ大使館前で極右団体の代表がイスラム教の聖典コーランに火をつけたことでした数日前からコーランを燃やすことを公言していたにもかかわらず表現の自由の名のもと止めなかったスウェーデン政府は私たちはトルコに冷静なプロセスを求めます。 そのためにもトルコと正常な対話に戻りたいです一方のエルドアン大統領一緒に加盟申請をしたフィンランドに触れ牽制必要ならフィンランドには違った対応ができますそうすればスウェーデンはショックを受けるでしょうこうした動きにフィンランドの外相は単独での加盟に言及するなど一時 フィンランドとスウェーデンとの間の足並みが乱れたかに思えましたが、私たちの強い望みは遅くとも7月までにスウェーデンとともに加盟することです。トルコを含むすべての NATO 同盟国に対し、北欧2カ国の安全保障は一体だと明確に伝えました。それでもエルドアン大統領は今月に入ってからも。 強固な姿勢を崩していませんスウェーデンがコーランを燃やすことを黙認する限り私たちは NATO 加盟にイエスとは言いませんトルコはフィンランドを肯定的に見ますがスウェーデンには否定的に見ています という内容だったんですがもう一度整理しておきます、これ、ご覧,ご覧いただいたようにスウェーデンでこれ極右政党の代表がです、ね、コーラン、これはもうイスラム教の聖典、ね、を燃やしたんですね、これ、イスラム国家、エルドアンとしては、まあ、トルコとしてはもう激怒りだということなんですがこれエルドアン大統領は大使館の前でこのような冒涜を許すような連中はもはや NATO の加盟に対する我々の支援を得られないことは明らかであると。 これもう冒涜を許すという意味では先ほど VTR にもありましたがこれ事前にこれ燃やしたですね人は公言していたんですね燃やすぞと、うん、ところが言論の自由ということでスウェーデン側はこれを止めなかったということに怒っているということですこれに対してスウェーデンの首相はですね神聖な書物を燃やすことは極めて無礼な行為だというふうに怒っては見せました。とと同時ににトルコに冷静なプロセスを求めると にに戻りりたいとといととと取るこう,ふうに言っております同時にエルドアン大統領はこんなふうなことも言いましたこれフィンランドに対しては肯定的だがスウェーデンには肯定的でないつまりスウェーデンにはこのコーランの件で起こっているがフィンランドはそれとは関係ないのでまあフィンランドだけは加盟を認めてあげてもいいですよと言わんばかりの発言をしたこれに対してフィンランドはちょっと揺れたようなんですが結局、ですねいやいやと。 一緒に手を携えて共通の合意のもとに進まなければならないとこれ一緒に申請をしてこれバラバラではなく一緒に入りましょうという今のところフィンランドはこの姿勢を崩していないということでありますさてこれはどういうふうに見たらいいのかエルドアン大統領はこれある種の作戦なのか本当にもうこれイスラムの国家として許せないということなのかまずどんな思惑なのかまずこれ東条さんから伺いましょうどうでしょう。はい えーともうこのスウェーデンの問題は相当その深刻にそのエルドアンを取り上げているんだと思うんですね。うん、でこの NATO の加盟問題をそのトルコがその阻害し始めた時にです、ね、あの一部においてはこれはプーチン大統領に対して得点を稼いでいるのではないかという見方もありましたけれども、うん、おそらくそういった側面も最初はあったのかもしれないんですが、うん、今ややはりスウェーデンとの対決姿勢を示すことっていうことにおそらく重点を置いていると思いますので,です対ロシア配慮はもう広範囲 退いているそのレベルでおそらくエルドマンはこのあの問題を大きく大きく取り上げていくんだろうと思うんですよね。はい、これ佐藤さんどうご覧になりますか。これねあのエルドマンにとってはもうやっぱり大事だの自分の選挙とクルド問題なんです。選挙は確か大統領選5月から6月ぐらいにあると。まあ選挙を考えたら自分の、えー、支持層に。 イスラムの宗教団体いっぱいいますから、当然の。もコーラ燃やすなんかありえないことですけども、もともとエルドワンにとっては。うん、あのこの二カ国の nato 加盟っていうのは。あのクルド問題に比べたら、全然優先順位が低くて、ま<ー>、うん、クルドなんですよ。<ー>クルドの関係で、うまく。のクルド問題を片付けるために。 この、えー、2か国の NATO 加盟をうまく使えばそれでいいとなるほど私も,あの、えー、もうイラクとシリアにいたのは非常に分かるんですけども、はい、クルド問題というのはもうトルコにとって特にエルドアン政権にとってはもう視覚的に大事な国内問題でテロがいっぱいあるとで特にあの、えー、シリアの北部の方にもクルドのグループがいてそれアメリカがこう支援しているわけです。はいはい、なのので今の この二スウェーデンとフィンランドも今回、加盟交渉の中で西側で初めてこのシリアにいるクルドのグループこれはあのテロ組織だということを無理やり認めさせられているとかいろんな関係で自分のクルド対策のためにこの二か国の NATO 加盟というのも利用しているとある意味もう外交でいうとレベルが全然エルドアンの上でもうしたたかでもう本当にね実際これ今アメリカという実はプレイヤーもいて クルドを支援したアメリカですから,だから本当にこの2か国が NATO に加盟をして NATO の団結というのをアメリカが本当に希望するんであればアメリカちゃんと俺の要求も飲めというぐらいのをやってますから非常にこのエルドアン大統領ではしたたかなのでこの2か国の単純なこの加盟だけではなくこクルド問題とアメリカという部分もシリアまで巻き込んだ絵がないと。 多分なななかかかからない,といそうそですか東野さん、先ほどまあ佐藤さん5月から6月に大統領選があるそれをにらんでいるんじゃないかつまり今回、相当厳しいんですかね、大統領選つまりそれに勝つためにはもう,う NATO の申請加盟よりもこっちのコーランを焼かれたことをきちんと強く出るあるいはクルドについても強く出る。これが大統領に なるために必要だ。つまりそちらを優先させているのか、やはりコーラン焼かれたことが許されいるという宗教上の問題で、このあたりどうなんですか、まあ。両方もちろんあると思うんですよね。えー、なので先ほどあのフィンランドの当局者、あのスウェーデンの当局者、あごめんなさいフィンランドでした、うん、が、7月に一緒に入れれば良いというような発言が VTR の中でもありましたけれども、はい、もうその7月っていうことには、あのまあ大統領選の前にこれが解決することはないだろうっていうメッセージだと思うんですよね。もうあのおそらく諦め が入ってるんだただじゃあ大統領選を超えたら本当にこの問題解決するのかといったら、うん、やはり北欧の国際政治学者の中でも意見は2つに分かれてるんですよ、ね、大統領選が終わったらやはりある程度緩和してくれるだろうということともしかしたらですね場合によっては。 もうスウェーデンにより強い嫌がらせをするためにフィンランドに対するその加盟議定書にだけ批准をするということが行われるかもしれない、はい、その場合最後の1か国であるフィンあのトルコがサインをしてしまうとフィンランドは自動的に入れるんですよね。 それとももう自動的に入れるんだからスウェーデンには申し訳ないけれども単独で入るのかというところはものすごくフィンランドにとっても厳しい選択ですスウェーデンの方から見るともうこれじゃあいつになったらこの問題解決するのかなんですけれどもスウェーデンの人たちの書いたものや国際政治学者を見てみると、うん、もしかしたら数人引きずられる可能性もある。 あのそのレベルでだってこのコーランに対するですねこの冒涜というのはそれほどまでにひどい問題なんだということをエルドアンとしては使おうと思えばいつまででもこれ引きずられるんですよねだからそこの影響がもしかしたら長期的に来てしまうかもということを恐らくスウェーデンとしては非常に恐れていいると思います,すこのコーラを燃やした人物これ極右政党の代表だということなんですがこ,れこの人物パルダン氏というんですが実はこの映像をちょっとご覧いただきたいと思います。 これ我々の仲間がですね独自に撮った映像で2019年これコペンハーゲンなんですがこの人物です、実はこの後手に持っているのはコーランでこれを破り捨てるんですね、この場面あえて我々出しませんでしたただ、この後実は破るシーンがあるんですがそういう人物です、その人物が何と言っているかこの人はですねデンマークとスウェーデンの両方の国籍を持つそうです。そそしててこうう言ってるるでです NATO NATO の加盟ががあるまで これ毎週金曜日にコーランを燃やすんだと言っているわけですね。これはスウェーデンにとってはものすごく厄介なことでもあるしある意味、東野さんこ,れこういうことがあるとエルドアン氏もです、ね、どこまで本当にやるか分かりませんがエルドアン氏はこれを止める口実というか。 理利用することもできるということなるわけですそうですね、もうこの人がいる限りはスウェーデンの加盟なんて認めませんよということですよね、あのスウェあのこのバルダンはスウェーデンとデンマークの二重国籍者ですから、まあ、しかしデンマークはもう入ってしまっているわけですよね。ということは、もうデンマークはさておき、スウェーデンを徹底的にこうあの悪魔化する。 ためににこのバルダン氏を使う可能性は非常に高いいと思いますねな,すなので、先ほど言った数年もしかしてかかっちゃうかもしれないというのはこのバルダン氏が何らかの形で活動を制約されない限りはあのこの問題、いつまでも引っ張りますよということだと思いますしなかなかスウェーデン政府としてもやめさせられないですよ、ねうん、これどう見ますか まあそのこのパルタン氏の行為についてはまあスウェーデンは言論の自由を大切にしているのでこのデモそのものを止められなかった。 というののが表向きの解説なんですけれども実はもちろんあのコーランを燃やすということをスウェーデン政府が許可したわけではないわけですけどそのストックホルムのトルコ大使館の前でこういうデモをやることについては実はお金をを出してて許可を取ってるんですよね320スウェーデンクローナー約4,000円ぐらいですけどもそれをその当局に払ってこの人物パルダン氏は デモををややってコ燃やしたじゃあそのお金を誰が出したかということが実は今スウェーデン国内で報道されていて実はフリック氏というです、ね、これまた極右の政党の関係者であってこの人物は実はロシアトゥデイ今では RT といいますけれども、うん、非常にプーチン大統領に近いロシアの偏更メディアフェイクニュースをよく流すメディアとして西側ではある意味有名なんですけれども。 実はその RT と長年仕事をしていたフリックスという人物がお金を出してこのデモが行われたと、まあ、何を言いたいかというとひょっとしたら裏側にロシアの意向がこの人物のこういう行動に反映しているかもしれないでこの人物がその行動を続ける限り、えー、スウェーデンは NATO に加盟できないそれで一番利益を得るのは結果的にロシアである。 まあこういう構図もあるということを我々は頭に置いておいたほうがいいかなと思いますね、はい、こうした中で,です、ねまあ、エルドアン大統領が本当に NATO を振り回しているように見えるわけですがトルコの立ち位置ですねこれはなかなかおいしいポジションをいつも得ているというふうにも見えますけどもトルコの専門家はこのエルドアン氏のやり方トルコの存在感というのはどう見ているのかこれを見ていただいて皆さんにじゃあトルコと NATO の関係どうなるのかこれを聞いてまず聞いてください。 トルコは欧米の同盟国と一緒の道を進み続け一緒に働きますが彼らに依存はしませんそしてとりわけトルコの近隣地域において自らの政策上の優先事項をより前面に押し出す政策をとっていますこう話すのはイスタンブールの大学のムラト・アイドゥン教授。 トルコの国際関係評議会で会長を務めていますアイドゥン教授がエルドアン大統領の政策で最大の特徴と見るのはトルコ独自の外交政策ですロシアとウクライナどちらの国もトルコにとっては重要な国ですまずロシアとの関係には非常に多くの面があります 経済面、エネルギー面、シリア高カサス諸国でのような協力面など非常に多くの面を持つ関係があるのですそこにはアメリカの存在もあります例えばシリアではアメリカとは対立しロシアとトルコは協力関係を持っているのですロシアはトルコにとってとりわけアメリカを牽制するために重要な国なのですエルドアン大統領はエネルギー面だけでなく アメリカとの関係を有利に進めるためにロシアをカートとして使っているというのですウクライナはトルコの国内防衛産業の発展にとって非常に重要です非常に近い関係での協力が行われています近年非常に人気が高まったトルコ製ドローン無人飛行機のエンジンの大部分はウクライナから来ています またトルコはウクライナのために軍艦を建造しています自国の国内防衛産業を発展させるためにはウクライナとの関係は非常に重要なのですさらにトルコはロシアへのカードとしてウクライナを使っているといいますウクライナはトルコにとって国会地方においてロシアを牽制する上での合同で役割を果たす国です こうした戦略的自治がトルコの価値を高めようとするエルドアン大統領の考えだといいます時としてトルコのポジションは理解されず批判されもしますしかし一方で NATO やヨーロッパはロシアとウクライナ特にロシアと話ができる人を必要としています 現在トルコはこの戦争をしている2カ国の仲介役となれる唯一の国とされています2つの戦争当事国が戦争に疲れた時相手との対話を望んだ時両国に援助をすることができる諸国の一つにもしかすると最も重要な存在はトルコとエルドアン大統領かもしれませんはい。 イスタンブールにあるカディル・ハス大学のムラト・アイドゥン教授はエルドアン大統領の考えは戦略的自治だとしてトルコにとってロシアはとりわけアメリカを牽制するために重要そしてウクライナはロシアを牽制する上で合同で役割を果たす時としてトルコのポジションは理解されず批判もされるがトルコはこの戦争をしている2カ国ロシアとウクライナの仲介役となれる唯一の国だとしています。 はい、今そして、第2をどういう構図なのかちょっと簡単に整理しておきますエルドアン大統領はゼレンスキー大統領これウクライナへの武あるいは国物輸送を支援しているこれウクライナというのをエルドアン大統領はロシアを牽制するためのカードとして使っているそしてプーチン大統領に対してはこれいろんな仲介をやったりです、ね、天然ガスのサミットを呼びかけたりしてロシアの天然ガスのハブになろうともしている。これロシアというのはこれ トルコにとってエルダン大統領にとってアメリカを牽制する道具にもなっているということそしてバイデン大統領はアメリカに対して F16 を購入したいと言っているこういうまあこれも複雑な国際関係の一端なんですがこれ、なんというかこれパック見てるとものすごくなんというか複雑なものをそれぞれのカードとしてって全て自分に国益のためあるいは自分のためになるように立ち回っているとも言えるわけですよね。 まあ、賛成側はおそらく巧みって表現して。あの、まあ、主に英米側、欧米側は。したたかっていう言い方すると思うんですね。うん、あの、確かいろんな、えー、利用できる要素あるから、それ全部、えー、フルに活用して、えー。まあ、みんなにいい顔を見せながら。 自分のためになるような交渉を続けるというのはまあリーダーとして正しいかもしれないですけど側から見れば本当にに存在になりますね以前は自分が欲しかった反政府の組織の指導者を引き渡してほしいからアメリカ人を捕まえてアメリカの牧師さんを捕まえて取引しませんかって人質取引を北朝鮮と同じようなやり方を前にも、えー 挑戦したしたやってみた,たし、はいし今回の、えー、NATO 加盟というこの秘決権を、えー、利用してまた条件を引き出そうとしてるのはまあ初めてじゃないんですよ前はギリシャがあの、うん、マケロニアという、まえー、国に対して同じことをやったんですけどその時はこういうあのみんなの NATO の、えー、各国が脅威にさらされてる状況ではなくマケロニアの,、ま、あの国の国名を書いてほしいという注文だけだったんですね。うんえー こういうところで、まあ、確かに国益は彼に見えているかもしれないですけど NATO という彼が入っているこの同盟体の、えー、みんなの利益を優先しないのがまい、あ、苛立たしいというか <laughs> 佐藤さん、先ほどやっぱりアメリカの存在抜きには語れないとおっしゃったこの図どう見ますか、はい、あの実はトルコには NATO の基地があるんです。うん、アメリカ軍も トルコの基地からシリアの方に攻撃をしたということもありますしその基地を使えなくなったら大変なことになりますからつまりトルコって地政学的にアジアとヨーロッパ中東、アフリカを結ぶ非常にいい場所にいて、ね、ましてやロシアとの関係でいってもロシアの小麦とか貿易はトルコのボスプラス海峡、うん、これを通らないともうどうしてもない。 場合によっては使わせないいいう条約もあるぐららですかなおかつこのアゼルバイジャンのナゴルノカラバフ戦争の時はロシアと対峙したわけです、うん、アゼルバイジャン側にトルコは立ってロシアはアルメニア側で結局アゼルバイジャンが勝ったということもやってますし、はい、F16 をアメリカのバイデンの方もなんとか NATO の結束スウェーデンとフィンランドを NATO に入れるためにこの F16 を う,ろうかといい話もあるぐらいで議会はもう大反対してますけどもいろんな面でこのカードをどんどん相手によってえ切り替えるというのがエルドアン大統領でしかもここでもクルド問題もありますのでバイデン大統領がシリアのクルドを一旦でも短期間でもいいのでこう切るとなったらかなりこの状況というのはあの2二国の NATO 加盟というのはもう前進する可能性もあるし。一番の やっぱこの主役は私はアメリカだと思います。そうですか。あの伊川さんあのこうやって見てみるとですね、なんでこんなごめんなさい面倒くさいとて言っちゃいけないかな。はい、あのあの厄介な存在を NATO に組み込んだのかと<う>今となって思うんですが、これ当時1961年ぐらいでした、50何年でしたか。もうかなり早い段階で入ったこの時はやはりあそもそもちょっと伺いたいんですが、これやっぱりこの土地この場所地理的な,理的な性格的なものなのか、やっぱり当時はというか。 随分前からトルコもロシアが共通の敵だったということを引き込んだのか、はいはい、この辺りそもそももどうだっったたんでしたっけ、はい、あの戦略的な重要性としてはもう冷戦時代から本当に明らかで、はい、あのまずアメリカはそのトルーマン・ドクトリンという経済的な支援をまずはギリシャとトルコに対して行っているんでですすね巨額の経済支援ですでそれはなぜやらなければならなかったのかというとこの2か国が共産主義の手に落ちてしまって<ー>ソ連側についてしまうということはもう絶対に冷戦政策上受け入れられないことだったので。 まずはこのトルーマン特許に持ってそしてこの2か国をでさまざまな問題がありながらも反対もありながらも NATO に早い段階でおっしゃった通り引き入れてですね、はい、冷戦対策上 この2か国が最前線に立つようにということで,です、ね、あの極めて重視してきたんですよね。なので基本的にはアメリカとトルコというのはまあ関係はいいはずなんですけれども、うん、あのそれがだんだん崩れてきたのが近年、あの数十年間だったのかなというふうに考えますね。なのでアアメリカとししててははやりロシに対 ロシアには組みさない存在としてのトルコということは非常に期待はしていたんだろうと思いますけれどもエルドアになってからなかなかそうではないと思うんですよねただ、確かにおっしゃる通り非常に複雑な存在ですただ、一言言いたいのは戦争が経って1年経とうとしている今ですねやはりトルコ以外にきちんと仲介ができてそして穀物合意のようにその成果も出せる国本当にトルコ1か国だけなんですよね。 中国とかイスラエルとかいろんな話がありましたけれども、うん、他の国は関わりもできない成果も出せていないわけです、うん、なのでやはりあの現実問題としてトルコの力を借りる以外はトルコのエルドアン大統領が首を縦に振らないスウェーデンとフィンランドの NATO、ね、加盟ですがプーチン大統領はこれをもしかしたら喜んでいるかもしれませんなぜなのかちょっと地図を見ておきます。